同じような服？やったね。こんばんは。眠。さっき30分くらい寝てた。眠たすぎる。昨日も寝落ちしたの。最近寝落ちばっかり。でもマジもうネガティブすぎてやってられん。前髪明日分けよっかな。どっちがいい？分けるか切るか。うわ。1が分ける、1が分ける、2が分けん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 。一気に2が来た。1が開ける、2が開ける、1が開ける、2が開ける。なんかめっちゃ渋いじゃない投票って。なんか懐かしいね。踊ってて自分は気にならない。どっちもどっちも気になるかも。言うて1が、あれどっちだっけ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。ピュン。お、1分ける、分ける。明日はじゃあ分けまーす。じゃあ切らなくていいってことね。分けまーす。いい感じの戦いだったね。でも言っても ショートってさ、これどれぐらい？
15分からお礼する。なんかさ X で Twitter で流れてきてさ、めっちゃそっちの考え方もの人もいるんだって思ったこと。そっちの考え方調査にできたら嬉しい。あのツイッターのさヘッダーの写真、その人のアカウントを開いた時にの上のこの近くの写真を、衣装のこういう衣装のここら辺をアップにしてる写真、安住もそうなんだけど人がしてるメンバーがいて、それを見てなんかやってるなーみたいな、セクシーだなーみたいな言ってる人がいて、あセクシーって思うんだって思って、あるって多分、でも普通にあの写真にしてるメンバー、まあ本人わかんないけど多分あの衣装を見せる、可愛い衣装を見せるための撮り方で、あれってで結構なんかその胸を強調してるように、そのおしゃれでやってる。クロクロもああいうの選択肢に入れてたから、ああいう写真にしようか、普通にこの衣装好きだからこの写真にしようかなとかでやってるだと思うんだけど、ああそっちにも捉えられるのかと思って、やめようと思った。やめようと思った。可愛いんだけどね。そう衣装図鑑、そうそんな感じのつもりなんだけどね。明日のライブありがとう、嬉しい、楽しみ待っている。くるくるの下手なアピとナーピとくるくる、イベントとかの前日って緊張して寝れないタイプ、余裕で寝れるタイプ、本番直前に緊張するタイプ、
伝わらない。かわいい、ありがとう。ゆうかかわいいよ、ゆうか。ゆうか。ゆうか指ね。いいよね。ひーちゃんにも。ゆうかちゃん。明日の子一番それですが、応援してます。え、ありがとう。どこにいても見つけちゃう。上手な。個人的にはユーカリン呼び？新しいな。サイカリンさんだ。ユーカリン。それでワクワクだね。明日スタンディング。勢いで。いける！明日スタンディング。お、ありがとうみんな。スタンディングでもね、絶対楽しい。ブルーライブだから。そうだよ、ブルーライブだからブルーの服着てる。ヒレウルありがとう。1月8日ありがとう。2期生の先週録以来の僕と、え、嬉しいんだけど。やばい、今日さ牡蠣食べたんよね。明日出れんかもしれない。当たって、牡蠣が当たって。サンキちゃんが先に昇格イベントで昇格したら、でも腹立つっていうよりかは、全然そこはまああれ、なんか自分のその力のなさに幻滅しちゃうかも。自分のあれに幻滅していろいろ諦めちゃうかもしれない。スタンディングってさ、席自分で決めれるの？ポジション自分で決めれるの？須田君さん、あずみんから LINE 来た。もうほんと、大木さん愛してる、愛してる、ラブルって感じ。愛してる、愛してる。もうほんとに愛してる。大好き。大木さん大好き。愛してる、やばい。大木さん愛してる、やばい。大木さん大好き。あ、焼きガキだった気がする。焼きガキ。キーフラ待ってよ。え、くるくる明日どの先らへんかね。ちょっと待ってよ。1曲目はこれで、2曲目はこれで、3曲目はこれで、4曲目はこれで、5曲目はこれで、6曲目はこれで、7曲目はこれで、8曲目はやばいやばい、待ってよ。
っと待ってよ、待って、それだけ言ってからお礼するわ。ちょっと待ってよ待ってよ、ほぼ紙ってかな、左だから左、くるくるがステージこう立ってたらこっちが多いから右左左、くるくるから見て左だから紙手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 だな、紙手真ん中か紙手真ん中真ん中、紙手下手だったら紙手だけど、紙手下手真ん中だったら真ん中、全曲だった勝手に全曲 OK にしますって勝手に言うの、ああ楽しそう、明日まで席読めない、楽しそう、お、レンジ準備 OK、感じかな、紙手真ん中、紙手真ん中って感じ、それではお礼をしていきたいと思います。あ、ドゥームズデイのリンクさん、マサオ、ナベッチ来る、鈴鹿来る、ナーボブ、あ、電池電池ね、電池やってきて、下手ね、下手さ、来る来る、あんま行かんかもしれん、でもでも行く、行くっちゃ行く、行くっちゃ行く、映ってる映ってる、一旦これで撮るんか、そういえば、あ、アップでゆっくりこうか、オッケー、はい、明日の公演東京から、ありがとう、うちは持っていく、嬉しい、ちょっとスクショしといていい、ありがとう、次リムさん、ナカムーさん、モガガルさん、ナラニシさん、クルクルートさん、毎日頑張ってありがとう、頑張れるかな、
あ、作った時間見てたみたいな。え、これあれ映る12時50分昨日の夜12時50分に書いてる。あ、一旦スクスタイム。あ、まだ取れた？そう、元気出ないんだよね。なかなか人生難しい。安い。あ、でもね、ちょっとね、なんか見にくいって意見を聞いて、字を大きくしたのと、あの、あとペンの色を変えてみた。アップ、びっくりしちゃう。ふう、まあね、まあ正直問題、結構ライブとかはしたらテンション上がるので、もう明日頑張ります。でも先輩に会いたい。来島さんは、ねむねむにゃんこ、ねむねむにゃんこ。ディネさん、来金同様。全員に、お礼ありがとうね。最終日、前日に課金して、本部22に上げたの書かれた。ありがとう、もぐがるさん。もぐがるさん、ありがとう、もうね。ありがとう、嬉しい。おきさんがね、めっちゃ燃やすし、本当に安いの、おきさん。おきさん、やめてほしくない。大好き。次、マロンさん、ヨッシーゾンビさん、おへそさん、クロレンパさん、アシリスさん、てか今日さ、メール届いた？くるくるの、あのメール返信なんかさ、なかったらさ、あ、なかったっていうか、なんかその悪い意味じゃなくて、なんかなかったら、あれだって届いてないのかなと思って、最近ちょっと不具合とかあるから、メール届いてないのかなと思っちゃって。届いてる？何時届いた？夕方？届いてる？オッケー、後輩のためですって言わせるって言ってたよね、沖さん。全然もう そんなのはくるくるいてくださってた方が、もうメンタリティも安定してくださりますし、こう心のケアをしてくださるから、メンタルも安定するし、やっぱなんていうの、もうくるくるのためにいてほしい。くるくるのためにとか言えないけどね。1月8日やってました、嬉しい、ありがとう、待ってる。
と、あ、あっとった、あっとるわ、あっとるわじゃない、来てる、届いてる、ちゃんと届いてた。はい、あ、アップで、アップでいきます。やっぱ私って結構なんか人に頼っちゃう性格なので、あのこう引っ張る側ってなんか向いてない、もうめっちゃ向いてなくて、はい、引っ張る側向いてなくて、だからその分なんかそういうのを考慮するとやっぱその MC とかもあんま得意じゃないのとか含めて、先輩と言ってると安心できるんですよね、なんというか、まあ、そこは頑張らないといけないところなのは分かってる上で、やっぱちょっと安心感というか、研究生としてのコンサートやる面でいいとこもあるんだけど、くるくるが結構その引っ張るというか、なんか人の前に立つのが苦手なので、そう、安心感。え、沖さんに一番助けられた話は、助けられた話は、6周年の時なんですね、これ。6周年の時ですね、コンサート。デムジェイス今ガチ自撮り、あ、そうなの、そうだったの、え、めっちゃいい写真だった。そう、なんかでも楽しみたいんだけど、なんかやっぱでも頑張らなきゃ系が勝っちゃう。次、あ、間違えた。次、瀬戸次郎さん、クレサボローさん、滝まつるさん、ゆうゆうさん、うだいくん、藤玉さん、来ます。え、プチセーターももちろん嬉しいよ、来ますでか、あ、今からお礼します。プチセーターももちろん嬉しかった。さっきの6周年の時の嬉しさは裏での話で、その表面上には出てないその裏でのみんなに 2.5 期の4人に声をかけてくれたその言葉が嬉しかった。6周年コンサートの時も、はい、やだ、変な私の自撮りが。これは急に、あ、ピントが1時になります。1時夜の1時、ゆっくり行きます。俺のために頑張った、いや嬉しいよ。今日は歌わないかな、ちょっと明日のためにちょっと喉もっとしてもらえるよ、話しかけ、え、ほんと嬉しい。でもいつもありがとう、メール返信とかもデムズデイも
沖さん、ここさん、喉の調子最近なんかさ、口開けてなんかめっちゃ寝ちゃって、喉もう終わってる、ほんまにめっちゃ朝起きたら痛っみたいな。でもくるくるは沖さんの卒業発表があってからなんか何回も、まあ何回もというかお話し会とかで会ったりしたんだけど、同じ環境にいるみたいなことがあったんだけど、もうチキって話しかけられない、沖さんなんて声をかけられない、私は沖さんを見てることしかできない、やっぱそうそうなんです。もうあ、沖さんがいらっしゃる、あ悲しいって一人になってデザイン性ナンバーワンありがとう、こちらこそくるくるちゃんと喋ってた、ありがとうこちらこそ、嬉しい、てかあのすほんまにすごかった、ドームズデーのシェルター。そうマスクして寝ようと思ったんだけど、マスクさ荒れちゃうんだよね、マスク荒れがくるくる結構ひどいタイプで、肌荒れだからできない、抱きつく引かれちゃう、くるくるちょっとそういう人だと思わなかったって言ったらどうするのまあそんなこと言わない人ってのは言わない優しい先輩だっていうのは分かってるんですけど、えくるくるそんなことする人だったの、ちょっと引いたわとか言われた奥さんに話しかけるチャンス少ないから次は行かないと、えそう喜んでくれるかな本人、あヤッホーくるくるさんヤッホー、ココアさんならちょっとココアさんとか言ってた、そうココアさんはなんか立ってたら何も言わずに手つなぎに行っちゃう、大好き、え、そう貸すときさいいよね、でもさくるくるもう最近ほぼ寝落ちなのね、毎日寝落ちしてるから、もうそれは私の問題だよね、でも寝落ちで終わってんだよね、環境が。次ラストでもですね、ラストマリュさん、トイさん、クルムニエルさん、花火さん、お礼します、ラストです。毎日寝落ちで起きたら髪がライオン、えだよね、今日くるくる朝マジで今日くるくる朝ライオンだった、ほんまに。これは1時20分1時20分やね、R4 だっけ、 R4 のみんな、誰も承認要求強すぎて、昨日はこれを書いてバタンキューって感じだった、オッケー撮れたかな写真、じゃ、じゃ、次、あ、アップで。ごめんなんかさめっちゃ汚い感じになっちゃった、なんかアップにしたらなんかさ私さこういうバランス取るのめっちゃ苦手で、
一人の人めっちゃでかく書いちゃったみたいな、で次の人でかく書いちゃった、あバランス悪くなっちゃったで、めっちゃあるの、本当に申し訳ない。だからさ、このなんかさ、これとかもさ、わけわからん空白めっちゃ下にあるしさ、本当になんかバランス悪くてすいませんっていう感じなんですけど、取れたかな、いけた、最後まで諦めず頑張ってくるくる、お疲れ様、ありがとう、こちらこそですよ、こちらこそ、私もか、あの最後まで皆さんズームで一緒に遊んでくださってありがとうございました、嬉しかったです、ありがとう、ハッピーハッピー、ありがとう、皆さんと遊べて楽しかった、今度は自分でもチャンスをつかめるように頑張ります、ありがとう、ありがとう、1ヶ月間ありがとう、ありがとう、そう、次回は嬉しいの、やっぱでもやっぱね、やっぱゲームってね、でもね、なんかゲームって普通に仲を深める材料っていうかな、なんていうの、なんかあ、ポキッてた、仲を深められるような気がする、よりなんかゲームで、ハッピーハッピー、クックちゃんのためにできることどんなことも頑張る、優しい、ありがとうありがとう、みしゃひしらべも頑張ります、なんかひしらべはくるくる深夜にやりたいんだよね深夜にやらせてほしいって感じなんだけど、深夜は NG ってなって、なんて深夜にやりたいよね、でも冬休み期間に入ったら多分一日できるので、でやりたいなと、次のゲームイベントあったらまたみんなで楽しみましょう、ありがとう、そう言ってくれて、楽しもう、いやでも本当に皆さんありがとうございました、遊んでくれて嬉しかった、でもたくさんもうくるくるが思ってる以上に同盟いっぱい入ってくれたし、くるくるが思ってる以上にあの援助だっけ、なんか援助なんか助けみたいなボタンヘルプヘルプみたいなのも早かったし、本当に嬉しかったです、 M ステ乃木さん、あモノプリ、誰にも優しい君に母が、うん、ちなみに最近キセイさんとよかった、え、あれね、多分なんだっけ、韓国のやつよね、韓国、クルクルの力になることがあった、でも今回のドゥームズではクルクル自身もなんか結構なんか来金を経て、まあ、ちょっとなんかゲームアイドルとしてちょっとレベルアップできた気がしましたね、ちょっとなんかゲーム上手くなったかな、あれと思った、ちょっと自分で自分も、で今日さ、なこれ言っていいか分かんないんだけどさ、めっちゃ話変わる、話変わっちゃう、うん、団結力すごい、でも本当にふう、課金はでも最後だけやから、最後だけ、最後だけやから、最後まで課金しなくて21だよ、でも課金せずに21、課金して22だから、でこれ言っていいか分かんないんだけど、今日あずみんとあの広島のクリスマスマーケットに行ったので、なんかさ、サーヤンさんとかもさ、サーヤンさんとかリコッチさんも飲んでたマグカップあるやん、マグカップさ、
なんかだからそれを見てたからくるくるたちも欲しいねと思ってさ行ったの。くるくるたちも欲しいねって言ったので、お酒しかなくて、お酒ワインなんかさなんとかかんとかみたいな、さ名前わかんないワインみたいな、ワインしかなくてもうくるくる買えなかった。あ、それサングリア、それだサングリア、ホットワインピエンだった。ピエンでもなんかココア、ホットココア、ホットココアもあったんだけど売り切れてた。やっぱそうだよね、売り切れててサングリアしかなかった。ピエンクルクルだった普通に。それで飲んじゃ、飲まないよ18歳の曲。あ、それに歌った。考えたよ、考えたよ。あずみ2杯飲んでよ。ちょっとね、え、明日ぜひ行ってみてほしい。そう、マグカップ完売、そう完売だったの。お酒は完売じゃなくて、あのホットココアの方が完売で、そう明日もやってる。なんか25日までやってる、25日までやってて、平日は、あ、はい、明日平日じゃないのか、変な顔しちゃった。夜9時までやってる気がする。多分青服に合う？嬉しい。そう完売だったんや。でもさ、ドイツに行きたい。くるくる本場のクリスマスマーケット、明日は昼公園だから。あ、何食べたか、オッケー。え、今一旦口頭でもいい、口頭、口頭だと忘れた。ヒレステーキみたいなやつ、ヒレステーキみたいなやつと、なんか ソーセージみたいな。え、ソーセージさ、くるくる嫌いって言ってたじゃん、美味しかった。ソーセージ、ソーセージとチュロスと、あと普通にもう寒すぎて室内、室内みたいなとこあるじゃん、室内入ってお好み焼きと牡蠣食べて帰ったね。あずみ集合なの。え、そう、急にドイツ、ドイツ、ドイツが多分なんかクリスマスマーケットの本拠、本拠地なんだと思う。ダンキシェーン、ダンキシェーン、ダンキシェーン、うん、あなたの、あ、クルクルしてないソーセージだった、いろんな種類の。美味しかったね、めっちゃ食べた。え、でもあずみんと、全部あずみんと半分こにしたから、でもいい感じにいっぱいぐらい、お腹いっぱいなったね。くらで帰れた。チョコのチョロス食べた。クルクルもあれ美味しいよね、美味しかった。ごめんごめん、たまらん。なんでソーセージぐらい。え、ソーセージは油が多い。今日食べたのは油がなくて美味しすぎだった。ドイツ来たな、ドイツ、こいつ難しいな、ドイツ、ドイツ、こいつ、くるくる明日ライブ行きます。くるくる見るの楽しみ。え、嬉しい。くるくるも楽しみ、くる楽しみ、くる待ってた。
待ってたね。楽しもうな。ね、明日ね、本当にいいからもう、本当楽しみにしてて。瀬戸りがね、くるくる結構好きだったね。こんな感じの曲とこんな感じの曲もあるし、こんな感じの曲もあるし、こんな感じの曲もあるよ。うん、そんな感じも。俺の初めて仲良くしてくれた。もちのロン毛。間違えた。もちのローストビーフ。DMM で、DMM でも嬉しい。ぜひ見てほしい。楽しみすぎるやん。楽しみすぎるじゃろ。今日雪降っとったよ。もうくるくる見えるか見えないか問題は、もうくるくるが頑張って上に飛ぶ。上に。もうやっぱもう嬉しいですね。やっぱでも何か上手側から上子、お上子行く、あ上子行くじゃない、上手側行くよ、よくよく行くから、可愛くパシャ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 、え頑張る。なんかさ、ちょっとさ、やばい顔したらどうしようみたいな。ちょっとなんかもう練習の時からこう取られるの意識してやってるんだけど、なんかぶやっぱさ、動きすぎると取りにくいのかな、みんなどうなの。あでも練習するのか、なんかさ激しく動きすぎてなんかもう表情にも気いって ないのだったら、もうなんか疲れてしんないみたいな、みんな困っちゃうから、なんか踊りの一瞬一瞬なんか止まれる瞬間ないかめっちゃ探して、なんか例えばみたいな感じで止まろうと頑張ってる。ヤッホー、明日行く。お楽しみにする。こちらこそ楽しみ。待ってる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 。マガモいいの、動いてても取れるのすごい天才やな。今日寒すぎた、くるくる俺の布団になってくる。いいよね、今日も本当に寒かったよね。私もなんかさ、でなんか本当にさ、そのクリスマス、ん？クリスマスマーケット行って、なんかもう私寒すぎて、もう普通にご飯食べてるだけでなんか手震えるし、もう口元ここら辺とか寒すぎて固まって、くるくるすぐ鼻赤くなるから、鼻も赤くなって、口なんか固まって動かなくても、あそう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 とかずっとこうやって震えて、そう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 って言ってるのに、カップルは多分もうこう二人の状況って感じで温まってるから、なんか全く寒そうにしてなくて、なんか楽しんでるのだから、いいですね。そっちはそっちは温まってていいですね。こっちはアズミンとさめっちゃ寒かった。みんななんか寒くないみたいな顔して座ってるからさ、なんでそんな寒さに強いのと思って、必死に踊ってる顔が美しくて、確かにね、逆にね、確かに。クリスマス、そうクリスマスマーケットも楽しかったよ。でも噛む口動かん、もう本当に、え痛かった、本当に痛かった。でスマホもいじれん、もうこんな硬くて固まってからこんなんで口回らんし、そうなん、そうそっちはそういいですよね。そっちはと、もっともカップルはそう二人あったもん、ね、なんかやっぱまさかえじゃけそうアズミと話してて。あ、50分ありがとう。あ、ずみえ、ヒートテック、え、そうだからくるくる今日あの足ズボンの方のヒートテックみたいなの着てた、ギリ助かった。そう、あずみと熱々、あずみと話してて、なんかまあやっぱ多分そういうカップル、まあ、やっぱさ、みんな彼氏の前ではさ、こう可愛くこう痛いじゃん、こうやってくるくるなんかもうあずみの前で「あーサブサブ」とか言って、なんかもうめっちゃなんか変な顔しちゃったの、もうあーもうおかしくなっちゃう、やばいやばいもうやばいみたいな変顔して、もうとか言ってたの。確かにそのやっぱみんな可愛い
可愛い姿を見てもらいたいからそんなことできないよなと思ってし、なんか可愛く見えるようにこうで耐えるんだなと思って、あずみにうおーってやった。そしたらで写真撮ってもらったんだけど、超ホラー写真みたいなの撮れた。もうどこにも載せられないみたいなホラー写真撮れちゃって悲しいだけ。あ、充電がやばかった。あ、でもアズミンとでも楽しかったし温まりましたよ、心が。昨日の真顔写真、もう大声大声パラメル、もうやばいもう多分メール載せたらクルクルのメール取ってくれてる人みんながクルクルのことを嫌いになるくらいのやばい顔だったなんかブレて、なんかもうどういうことか。さよならが喉の奥に疲れてしまって咳をするみたいにありがとうって言ったの、次のこと。でもやっぱなんか冬の女の子って可愛いなと思った。この前のおはようメールにも書いた、メールじゃない、おはよう X、 おはようツイッターにも書いたけど、冬の女の子可愛いね。ひーちゃんが可愛い。くるくる、ひーちゃんのツイッター見てもひーちゃん可愛いと思ってさ、ひーちゃんと結婚しようかな。二人のメールの写真見てどうするか、変な写真載せてるか。あかん。あ、時間やばい。あ、本当だ。忘れてた。マフラーでモコってなってる後ろ髪。わかる。わかる。めっちゃわかるそれ。クルクルも好きで、それに雪の結晶みたいな雪がポッ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 ってついてたら、もうそれはもう本当に可愛い。ひーちゃんごめんなさい。え、ひーちゃんに断られるの、クルクル。でもひーちゃんはゆうかちゃんって呼んでくれるから両思いです。ひーちゃんのね顔が好きなの。だからくるくる、今んとこツイッターさいいねしてないんだけど、ひーちゃんいいねしちゃおっかなとか思って、スクショタイム一瞬、超一瞬。話も面白い。いや、それな、だからひーちゃんのキャラってなかなかいなくてすごくいいキャラだなって思う。明日夜、髪はねまだ切ってもらったことないけど切ってもらいたい。明日もカメラ持っていこうかなと思ってるので頑張って撮ってきます、みんなの顔。それでは壇上見ます。ずっとイエーって言ってる。ひーちゃんずっとウェーイウェーイって言ってる。やっやっほーイエーイみたいなおはようございますみたいな、え、元気ですかーみたいなほんと面白い。似てる。13位しんさんありがとう。12位しまじろうこいちさんありがとう。11位早川よしおさんありがとう。10位野原しんのすけのすけのさんありがとう。明日から見つける。9位ダスビダーニャさんありがとう。8位おしずしさん、あ、間違えた。8位中村さんありがとう。7位竹まつるさんありがとう。6位おしずしさんありがとう。5位山さんありがとう。4位青い鳥さんありがとう。3位
ピンクモトトロさんありがとう。2位小山地さんありがとう。そして1位はドゥルル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 パーン、ヨシーゾンビさんありがとう。ヨシーゾンビさんありがとう。あ、プレゼントが、ヨシーゾンビさんありがとう。皆さん今日も見てくださってありがとうございます。ドゥームズデーも俺すべて終わりました。よかった、皆さんと遊べて本当に楽しかったです。ありがとうございました。本当にいい思い出になりました。2023年ありがとうございます。アイドル人生もいい思い出になりました。ありがとう。そして明日はクリスマスライブ、研究生の昼公演あるので、当日券もあるので、今からでも気になってる方はぜひ見に来てほしいんですけど、 DMM 配信でもぜひ見てください。楽しみましょう。それではおやすみ、おやすみ。